どうも、ウエストランド井口です。大本です。日本エレキテル連合の中野です。橋本です。さあ、この動画はですね、我々の事務所ライブであるタイタンシネマライブを皆さんにもっと知っていただこうという試みでございまして、4週連続で、このメンバーでね、お送りしますんで、仲良し同期2組でね、お送りしますんで、次回のタイタンシネマライブがですね、12月19日、もう迫ってきてますからね。そこまで足音もう間もなく。いや、そうですよ、本当に、まあね、タイタンシネマライブのことをね、知らない方もたくさんいるでしょうから、ちょっと説明しておきますと、銀座の時事通信ホールで行われているタイタンライブを全国の東宝シネマズで生中継しているのが爆笑問題 with タイタンシネマライブとなっておりまして、次回で32回目すごいですよ。2009年10月から5年間やっておりますから。すごいね。まあすごいとしかね、言うこともないでしょうけど、タイタンライブとしては113回目ですからね。まあ、100回記念ね。ありましたね。100回記念もありましたからね。まあ、我々が参加したのはもっと後半、シネマになってからですけどね。なんでどうですか？そのシネマでやる良さをね、ここでちょっとみんなに PR していきたいんですけど。まずね、はい。映画館でね、お笑いを、ライブを見るっていう、そんな試み、画期的な試み。確かに。斬新ね。斬新。僕らも出させてもらう前、映画館でね、見学何回かさせてもらいましたけど、しましたね、本当に楽しいですし、思いっきり笑えますしね。めっちゃ気持ち悪かった、井口がこんな。そうですよ、ライブと違うさ、臨場感はよりありますからね。あ、井口が。アップになったりしますから。よりが。スクリーンにね。ゆりありくのりくくんの動きも詳細にわかりますからね。エレキテルのコントの細かい部分もわかるということなんでね。吐いちまった。じゃあ、マイナスでした、としたらね。気持ち悪くて。まあでも本当にビール飲んだり、ポップコーン食べながらね。そうですよ。映画見る感覚でお笑いライブね、いいじゃないの。メイもダメダメ。あ、いいですよ。こいつの振りには答えなくていい。安く使わなくていい。こいつはマジでプライベートでそれを連発してるんだよ。本当に言ってますから、ね。橋本さんなんかあります？良さ。良さは行きやすいっていうのがいいかもね。ああ、そうですね。とっても行きやすい。銀座まで来なくても全国でね。そうそうそう。うん、お笑いライブ会場にまず行くっていうことはなかなかないけど、映画館だったら、ポッと行きやすい。そうしか。映画見る感覚じゃないけど、まあ、いいこと言いますね。変わったな、成長したな、やっぱ。すごいな。揉まれて揉まれて、ね。こんなになんかすごい人だと、なんか、ちょっと嫌ですね。あの時のおバカな可愛らしさ。第一線で活躍されてますから、すごい。揉まれて揉まれてね。最高のコメントが出ました。いやー、さすがです。いや、さすがですよ。まあまあ、もう迫ってますんでね。はい、次回の12月19日の、爆笑問題 with タイタンシネマライブなんですけど、19時半からなんですけど、ちょっとゲストがまだ全部は決定してないんですけど、決定している限り説明いたしますと、まあ、タイタンメンバーが爆笑問題さん、はい、長秀和さん、宮地大輔さん、そして日本エレキテル連合、で、ユリアリクさん、瞬間メタルさん、して我々ウエストランド。ツインタワー。ツイッターは前説の前説でね、映画館の方は見られると思います。今は劇場でもね、見れますしね。そうです、そうです。そしてゲストが、ブーマー&プリンプリンさん。え？まあ、毎回ですからね。出てる、出てる。あの？そう、あったな。この3人の茶番あったな、それは。そして、パペットマペットさん。はい。ここはないですね、まあ。ここはないです。出たり出ないです。あの人はね。そして、チョコレートプラネットさん。おー、ご。あれ、なんか、怒ってますね。怒ってます。なんかあったんすか、因縁が。因縁っていうか、キングオブコントね。決勝残った人はもう全員、私あの、してないって思ってるんで。今日ちょうどさっきライブでラブレターズに会ったら、なんか、エレキテルに死ねばいいのってずっと言われたんだけど、不安になってました。大丈夫。だって本当だもん。言うなよ。言うなよ。大田さんがね、ラジオでチョコレートプラネットのネタ一番良かったって言ってましたから。いや、面白かったですよ。面白かったよ。その辺のね、バチバチも含めて見ていただければと思います。そしてもう一組。シティホテル3号室。あの？え？2号室じゃなくて3号室。おー。懐かしのクオリティ出ましたね。なんでみんなが、うわーって止まってたからさ、言うんじゃなかった。まあまあ知らない方もね、もちろん多いと思いますけど、シティホテル3号室は、タイタンライブレアの若手コーナーで3回1を獲得して、タイタンライブレア条件を。これがすごいシステムなんですよ。初めてじゃない。すごいシビアですよ、ね。シビアですよ。2ヶ月に1回しかないタイタンライブレアを3回勝たなくちゃいけなくて、誰かが3回勝ったらゼロになるっていう、かなりすごいシステムを勝ち抜いて。すごい。すごい、すごい。で、どんな人が手元にちょっと、写真があるんです、これ。もうね。いつの何の写真になるか。もちろんね。なぜそれ事務所とかにも入ってないので、これ、内先マーケットのトキさんじゃないですか。似てるんですよね。内先マーケットさんっぽいですけど、違います。シティホテル3号室さん。フリーなんでね、もちろん潜在写真とかもないんで。すごいね、フリーの人が。すごい。シネマライブってたくさんいるんじゃない？これはすごいですよ。これ、快挙じゃないですか。過去にもそんな人は、ね、なかなかないでしょ。僕らが入ってから少なくともないですからね。うん、レアの時にこっちの人階段から落ちて、舞台袖のすっごい長い階段から。止まっ
ずエンディングの時階段から転げ落ちて登場しました。声落としたもん。それぐらいの。あったよな。なんで、コントですからね。おそらくコントやると思いますから。どうですコント。いや、面白いんですよ、こいつ。本当に面白いですよね。面白いですね。なんかすごい作り込んでるっていうか。そうですね。だから、タイタンの、今、預かりになってる他のメンバーとかと戦って勝ち抜いたわけですから。そうそう。作り込んでるから、はい、多分持たないと思う。疲れる悪く言い出したな。疲れる。音響すげえ使いますね。音響とかもすげえ使います。うん、まあ、それは映画館でもっと楽しめるんじゃないですかね。そうですね。そういう意味では、シネマライブ向きの芸人ですから。うん、確かにそうですね。映画館向きですね。嫌ですね、ちょっと。まあ、あまりにも連続で出るようでしたらね、考えましょう。そうですね。みんなで、我々4人で力合わせてね。もうね、音楽とか作ってね、しんどくなってくるから、詰まってくるから。まあまあ、コントのならではのね、披露があるんでしょうけどね。なので、もう一回言っときますと、出演者、大丈夫ですか？ちょっと、こんな時間に撮ると思ってないですからね、まさかのね。まさかの、今1時ですか？ 1 時。日時から言いましょうかね。はい、爆笑問題別タイタンシネマライブ、12月19日、金曜日、19時半から、出演者が爆笑問題、永井秀和、宮地大輔、うん、日本エレクテル連合、ユリアリク、瞬間メタル、ウエストランド、そしてゲストが、ブーマン&プリンプリンさん、パペットマペットさん、チョコレートプラネットさん、そしてシティホテル3号室、うん、他、決まり次第、ホームページでね、どんどんアップしていきますんで。まだ増えますから。まだ増えますんでね。そして、前説が、ツインタワーですね。我々の同期ね。人間剣玉でおなじみの。おなじみ。そうそう。やるかやらないか分からないですちょっとやってほしいですね。ラベンダーって言いますね。ラベンダーでおなじみ。大西くんがね。すぐラベンダーいます。小川直也の真似と人間剣玉でおなじみのね。ツインタワーが。この間職質されてましたから。荷物が多すぎて。大西さんがね。ああ、大西さんの方がね。まあその辺も注目していただいて、ぜひね、12月19日、タイタンシネマライブ、お近くの東宝シネマズの映画館で見てください。この動画もあと3週続きますんで、引き続きよろしくお願いします。します。